こんばんは、北松無料チャンネルでございます。早いもんですね。今日から7月でございます。今年も半分が過ぎて、後半に、入ったわけでございますけれども、まあ気候がなんか落ち着かないですね。今日もね、キャンペーンがあって、だいたい昼前から出かけたんですけれども、いや降ったりやんだりね、またね、なんかこういい天気になったり、非常にこう不確実不安定ななんか天気ですね。またね、昨日とか一昨日は、まあ、九州の方とかね、すごい雨豪雨ですよね。なんか、まあ、季節が季節なので、まあ、注意しなくちゃいかんなと思っております。もうね、まあ、明日はね7月2日で、まあ、暦の上では、まあ、半化粧っていうんですかね、梅雨も終わってそろそろ夏本番になるという季節のようでございます。それからね、7月7日は小暑、まあ夏が本格的になっていくっていう感じですかね。やっぱりこう昔のこの暦ってね、やはりこの季節感とかね、この生活の様式だとか、やっぱりいろんなね、この神社の、なんていうの、お祭りだとかね、いろいろとこうね、それから上限の月、それから下限の月とかね、何日に上限の月が、何時何分だとかね、これ非常にやっぱりこうね、この地球との自然との関わりっていうんですかね、これがよくやっぱりこうね、あの国名に明示されてますよね。やっぱりね、我々はこの自然に生かされてるわけだから、やっぱりできる限りね、こう今頃季節感とかね、もろもろそういう行事とか、なくなってきてますけど、やっぱりこれはね、もう一度復活した方がいいですね。やっぱりね、自然の中でね、どういう自然環境の中で我々毎日日々、生活してるかっていうのが、やっぱりこういうことをね、認識してるしてないではもう全然違うからね。そうするとね、やっぱりこういう自然のことをね、いろいろと認識するっていうのは、やっぱりこう、なんていうの、こう、まあ人間関係で言うとね、いろいろこう他人のことを、いろいろと気遣う、気にする。それからまあ自分自身の、まあいろいろ性格だとか、まあ特徴、短所ありますよね。こういうこともね、やっぱり自分なりによく自分を見つめるっていうね、全部これ共通なんだと思うんですよね。なんか時代的にね、どんどん薄くなってきてるから、やっぱりこういうね、季節感、それからまあ自分自身を見つめる、こういうことがとっても大事になってきてるんじゃないかなと思って、このところ通説に思ったりしております。またよろしくお願いいたします。ありがとうございます。